高部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では189番目に置かれる。工事は高い様、すなわち基準となる地平から垂直上方に距離が離れていることを表す。また、その距離の尺度である高さを意味する。さらに引き伸ばして、年齢や地位、レベルが高いこと、交渉、後期である様を表す。骨文など小文字は、 高い楼閣の形にかたどっており、高い建築物から引き伸ばして高いの意味が生じたと考えられる。変貌としては、こうや油のように、買うといった音を表す商府として使われることがほとんどであり、高いことに関する意図を持つ漢字は多くない。高部は、このような意図を構成要素に持つ少数の字を収める。等同様、印刷書体における、 工事の一画目には地域による差異がある。後期時点はこれを短い縦棒とし、日本、韓国はこれに従う。一方、中国の新時系台湾の国字標準字体香港の常用技字形表ではこれを点角としている。また、日本では手書きにおいて、こうという字体が使われることがあり、これを、はしご標準字体の方を、口高と呼んでいる。こう。 ありがとうございます。